ハロー、ニメハオ、こんにちは、シャンメイです。本日はファイナルファンタジー14、蒼天のイシガルド編第80回配信を撮っていきたいと思います。さて前回ですね。あ、ちなみにジョブは今ナイトになっていますが、前回こちらのエレイズさんから受けたクエスト、お金の入った袋を持っていく犯人がいるので罠を仕掛けたと。すいません、全然どこに仕掛けたかを把握してないんだけど、お、エレイズの罠、硬貨袋が置いてある。罠は誰もかかってない。これあの、え、あんだってどうした、結構広いぞ。待て待て、2軒目、3箇所か。硬貨袋が消えている。ついでに受けとく。レベル56クエスト、聖アンダリム神学院の消えた書物。工場通りの商人マスは商品の手配に追われているようだ。おや、私を助けてくれるのですか。実はお得意様の聖アンダリム神学院からの発注書をなくしてしまったのです。全14巻の聖教法大全の一冊を注文されたものの、どの缶を手配すべきかわからなくなってしまったのです。これじゃあ面目丸つぶれです。聖ネマの大聖堂に併設された神学院に赴き、どうか不足している一冊の巻数を割り出してください。書棚の在庫や神学生の証言がヒントになるはずです。素直にそんな裏で調べても、素直にもう一回ちょっと聞いてくりゃいいのに。あ、もう一個罠発見。これですね。硬貨袋が置いてある。それで一箇所だけ消えてたっていう感じかな。でも罠にかかった人はいなかったね。人じゃないかもしれないけど。あれ、エレイズさんどこだっけ？こっち。さあ、犯人はどうなった？ふふふ。犯人がかかったようですわね。実はあの硬貨袋には穴が開けてありますの。こぼれ落ちた偽硬貨をたどれば犯人の居所がわかるという寸法です。どうか探してきてくださいませ。おお、まずここに偽物の硬貨が落ちている。待て、広いぞとても広いぞ。あ、見える。マジですか。そして別にあの範囲が狭まるわけではない。まあでも普通は点々と落ちてるのかな。こんな感じで、これ別に確認しなくてもいい。広いぞ。む、効果がないぞ。あ、あそこか。いや、ちょっと先にこれだけ聞いとこうか。物憂げな令嬢。レベル56クエスト、兄の心妹知らず。ラストビジルの物憂げな令嬢はため息をついている。受注。はあ、あら、ため息を聞かれてしまったのですね。お恥ずかしい。実は、大好きなお兄様が、家を出てしまわれたのです。理由もお告げにならなかったことが心配で心配で、郊外のコートの外でお兄様が頼れる方なんてファルコンネストのレッドワルト様くらいですのに。もしも出会うことがありましたら、妹が身を案じていたとお伝えくださいませ。なかなかこの服かわいいね、お嬢さん。かわいい。
いや、そんなことではないのだ。効果は探しているのだ。結構点々と落ちてんだね。こっちかな。お、見える。これね、ハイクオリティの手袋を作らなきゃいけないクエストがね、まだ無理受けたはいいけどね、無理だったっていうね。この調子だとこっちかな。ブーム、あれは何のクエ、これ何のクエ、あ、あれかな。なんだよ、私がこんなところにいたらいけないってのか。クソ、ほっといてくれよ。あ、この子あれじゃない、なんか焚き火かなんか盗んでった子じゃない違っただろうか。穴の開いた効果袋実行。違ったかな。運無害の子だった気がするなるほどね。で、報告か。ちょっと報告場所までワープですかね。さて、マーケットのところのエレイズさん報告に戻ってきました。こぼれ落ちた偽効果をたどれば犯人の居所が分かるという寸法でしたね。では渡します。これはそうでしたか。犯人は女の子、おそらく雲霧街に住む有名な盗人少女が犯人だったのでしょう。繊細孤児で相当にひどい環境境遇でしょうから、かばって差し上げたい気持ちもありますが、売り上げに手を出されては見過ごすわけにもいきません。彼女ほど敏感であれば、同じ危険を犯すほど愚かにはなれないでしょう。今はその予防ができただけでよしといたします。優しいね、制裁とか加えないんだね。ないな、エレイズさん優しいね。というわけでですね、あと進学院の方ですね、あっちに行って足りない本の確認をしてきますので、ワープです。さて、大聖堂前までやってまいりました。ここなんか別のクエストが重なってるのかな。レイさん、お、ああ、聖教法大全なら一冊借りているぞ。だが最近は本を開く暇もいとまもないほど忙しくて、何巻だったかすまんが覚えていないな。っていうのも、貴族組の嫌がらせがお人よしテオモさんに集中してしまってな。幼馴染の俺が陰ながら梅雨払いしてるってわけさ。それでも腹黒い貴族組の方が卒業後には高位の聖職者になるんだから、世の中は何か間違ってるとしか思えないぜ。これって言っちゃっていい？なんか入るの初めてな気がするけど。聖アンダリム神学院に何かご用でしょうか。入っていい？え、入るの初めてな気がする。入れたっけ前。あ、こんな感じなんだ。わあ、いいねいいね。ちょっと外国の図書館みたいな感じ。おや、聖教法大全。何が何巻足りない ?6 巻が収められている。え、6巻しかないってこと。ええ、6巻はある。10巻はある。ちょっと待って、これメモいる?6 と10はある。あら、あなたも、聖教法大全を探しているの？私も4巻を探しているところです。聖教法大全は、イシュガルド聖教の教会法を記した法典。特に複雑な制裁について扱う12巻以降を理解するためには、基本的な信仰生活を論じた4巻の暗記が必須ですから。4巻は必須だけど現状ない。6巻と10巻はある。
4巻を借りた霊が延滞していることは分かっているんですが、彼はいじめられっ子を助けるのに忙しそうなもので催促できないって言いますの。あ、レイク、さっきのレイクが4巻を借りた。で、4巻は所在がはっきりしている。テオモさんさん、あ、すみません、聖教法大全なら12巻と13巻を借りています。あなたが今すぐ必要ならお渡ししますよ。内容が難しいのでなかなか読み進められなくて、僕が読破するまでには時間がかかりそうですから。いや、12巻と13があったというのが分かればいい。12、13はある。え、本を読みたいわけじゃないんですか？それならお言葉に甘えてしばらく借りておきますね。聖職者を目指すなら聖教法の習得は必須ですから。アンションバランスさん、あん？聖教法大全を探しているって？貴様、平民の分際で聖教の法典を学ぼうというのか？は、無駄な努力を。確かに私は聖教法大全を借りている。だが、それは最も難解とされる最終巻。未来の高位聖職者となる私ならまだしも、貴様のような凡人では一生理解できない内容だぞ。は、どうしても学びたいなら一巻でも繰り返し読んでおけ。最終巻が14かどうかは把握してないけど、まあ、仮に14と考えておこうか。まだ全然足りないね。ブリューバニオン副学長さん、どうぞお静かに。ここは聖アンダリム神学院、聖職者を目指す神学生たちが勉学に励んでおります。あなたのことを教えてほしい。私は本学院の副学長ブリュワニョン、エルビアーヌ学院長の補佐に加え神学生の指導も行っております。いわば両者の間を取り持つ存在と言えましょう。学院長は教皇陛下が選出される以前から聖職者の育成のため奉仕されている偉大なお方。しかし高齢のため最近はお体が心配です。このため学院長の代行を務めることが増え、新学生の管理に手が回らなくなりつつあります。コートを離れた老いを呼び戻そうか思案している次第です。ここはどんなところですか？人々に奉仕する聖職者育成のためイシュガルド聖教が設立運営している新学院です。この聖アンダリム新学院には貴族の指定に加え聖職者の推薦を得た平民の子供も在学しております。貴族と平民が共に学ぶ環境は稀有なものと言えましょう。その学びは基本的なイシュガルト聖教の教えに始まり、複雑極まる教会法にまで及びます。これらを理解するために文法、習字学、論理学を修め、さらには算術、幾何学、天文学、音楽についても学びます。また魔法も学べますから、後に治療師となる新学生もいますよ。へえ。問題はだよ、まだ関数が足りないんだよ。でもこれ、おっと、まだある。で、これは何巻？なんでこんなバラバラに置いてあるんだろう。1から9巻が並んでいる。あ、1から9は全部ある。で、4と6はそれぞれ誰か持っているので11巻が足りないのかな。うん、かな。最終巻が仮に14だとすると多分11巻。これが最終巻が違った場合はすごく覆されるんだが、戻るか。あとはやることはメインクエかな。だね。よし、じゃあまたマーケットのそばのところかな。あそこまでワープです。教会綺麗だね。さて、イシュガルドマーケットのマスさんのところまで戻ってまいりました。さあ、欠けている本はおそらく11巻。
おお、神学院での調査は終わりましたか？それで政教法大全のうち神学院に在庫がなかったのは何巻だったのでしょうか？多分11巻。ああ、そうでした、そうでした。よかった、これで神学院からの信用を失わずに済みます。なんせ聖アンダリム神学院は聖職者の卵たちが集う場所ですからね。将来教皇庁入りを果たす高位聖職者になる方もいます。そんな神学院の生徒たちからの信用を失ったら承認生命が行き詰まることだってありえるんですよ。コートを導くのは教皇庁の聖職者様ですからね。いやー、想像しただけでゾッとします。本当にありがとうございました。あ、どういたしまして。文句。というわけで、あとはメインクエストを進めに忘れられた騎士邸の方までワープですね。さて、忘れられた騎士邸のところまでやってきました。こちらカウンターの前ですね。さて、アルフィノ君とタタルさんがいらっしゃいますね。まずアルフィノ君に話を。まずはタタルと情報共有をしておこう。はい、タタルさん。シャンメイさん、アルフィノ様、お帰りなさいです。ご無事で何よりです。タタルも無事でよかったよ。異端者の親友騒ぎがあったが大丈夫だったかい？忘れられた騎士邸はジブリオンさんと常連さんたちががっちり守っていたので被害なしでした。それより旅の成果はいかがですか？頑張ったよ。そんなことがあったですか。わかりました。確かに雲霧街の仮想民さんたちの間に抵抗組織があるという噂は聞いたことがあります。噂では長耳って呼ばれている人がリーダーだとか。でもイシュガルドに多いエレゼン族の人はみんな耳が長いのに変なあだ名ですね。うん、奇妙な呼び名ではあるが、ともかくその長耳という人物を探すほかあるまい。雲霧街のあたりで手分けして話を聞いてみよう。ひょっとしてさらに耳の長い種族さんがいらっしゃるのではないでしょうか。まあ、それが例えという可能性もあるかな。なんだろう。さあ、みんなお話を聞かせておくれと。早速いらっしゃる。しゅ、痛い。さあ、おじいさん、お話を聞かせてください。なんか浦島太郎みたいな服装してんな。ああ、なんと言ったかいの。こんなに耳が長いってのに耳が遠くてのよく聞こえんわい。何の情報もなかった今。いや、いいんだよ。あのね、話を聞いてくれただけでもありがたいという話だよな。さあ、少年よ、話を聞かせておくれ。長耳のことなんて知らないし、知ってたってよそ者になんか教えてやるもんかい。ここね、ここに立ってるとね、そう、見てくれよ。すごい雪玉投げられるんだよ。他は？あれ？え、重なってるかな？ここか？こう、いや？違う、これだ。ここだ。ギリここにいる。こっちか。久しぶりだな、ここ来るの。本当に最初に来た時と、あとは、なんだっけ、暗黒騎士のクエストが。え？あ、いる。おや、裏の情報知ってそうな雰囲気の女性。長耳を探しているって？からかわないでおくれよ。ここらにエレゼン族が多いのは知っているんだろ？情報教えてもらえない。でもなんかみんな知ってるんじゃない？なんか何の情報も何の成果も得られませんでした。タタルさん、密かに勉強してきたマンダビル交流術で情報を集めまくるです。そうなの？アルフィノ君、
そう簡単に情報は得られないか。抵抗組織のリーダーともなると警戒心も強いだろうしな。歯がゆくはあるが、粘り強く情報を集めてみよう。コンプリート。続きのクエスト話を聞きましょう。アルフィノ君、さあ、レベル56クエスト、ツケの回収。ウンム街のアルフィノは引き続き聞き込みをするつもりだ。ジュジュ、私は引き続きウンム街で聞き込みを続けるよ。君は忘れられた騎士邸に戻り、ジブリオン氏から話を聞いてみてくれないかい。酒場のマスターなら周辺地域にも明るいだろう。もしかしたら長耳につながる話が聞けるかもしれない。しばらくしたら私も酒場に赴くから、そこで合流しよう。タトルさんも何か情報を探しに行く。よし。まあでも話はちょっと進んだのかな。俺さ、上の階にシュッて行ける方法ないのか。これ回り込まないとダメ。下から階段あったっけ。このルートしかないのかな。街だからマウント乗れないしね。そこがね。さあ、ジブリオンさん、話をお聞かせください。ほう、長耳を探しているだと。いいか兄さん、うまく酒場を経営する秘訣はな、むやみやたらに客の話を他人に漏らさないことさ。自分の情報が続けになっちまうような店で安心して酔うことなんてできんだろ。だが人と人とを結びつけるのも酒場の魅力ではある。お前さんたちが俺たちイシュガルドの民のために働いてくれるって話も聞いてるしな。兄さんにやる気があるなら特別にヒントくらいは教えてやってもいいぜ。使いをやってくれるならな。なに、上層の北条通りにいるたくましい漁師から新鮮な香草を受け取ってきてくれるだけでいい。酒代の付け代わりに取ってきてもらう約束をしてるんだ。お使いですな。他は特にない。じゃあ北条通りまで行きますかな。ワープするまでもないかな。よいっせ。さあどこだ。結構端っこだな。さあこんな時にもうスプリントは切れている。いる。たくましい漁師さん。ジブリオンからの使いだと。早速ツケの回収に人をよこしたってわけかい。頼まれてた香草はちゃんと取ってきたぜ。寒冷化したクルザスじゃもう取れない貴重な品だからな。無駄に使うんじゃないぞ。ありがとう。戻る。じゃあワープかな。ジブリオンさんにところまでワープです。さて、ジブリアンさんのところまでやってまいりましたので、これ報告したらちょっと今回終わっとこうかなと思います。おう、新鮮な香草は受け取れたか。お前さんにも必要になる品なんだからよ。必要になるの。渡す。よしよし、これでいい。材料さえあればあとは俺の仕事さ。これを使ってスパイスワインを作ってやる。これをそれをこれから伝える二人に届けてやんな。どちらも長耳につながる過去を持つ人物さ。土産を持って昔話を聞いてこい。コンプリート。さあ次のクエストが出ておりますが、今回はここまでにしたいかなと思います。では第80回ご覧いただきありがとうございました。また次回配信でお会いしましょう。次回はまたこのジブリオンさんのクエストを受けるところから始めていきたいと思います。では失礼します。